芝居企画デコルのしゃべくりのたくみ久しぶり久しぶりだね、なんかねごめんね、はい、2週間も休んでて、はい、あ、そっか、いなかったんだ、ね、体調不良でなんでいなかった体調不良でいなかった病欠ですごめんなさい、ただいまです皆さん、本番お疲れ様でした。ありがとうございました。たくさんの人に来ていただいて本当にありがとうございました。あ、なんかすみません、はい、なんかすみません、はい、ということでね、今日久しぶりの収録というわけでね、ここどこですか？ここですか？ここは千葉の千葉某葛西臨海公園、某いらなくね、臨海公園某いらなくねっていうのに来てるんですけども来ちゃいましたね、はい、久しぶりの屋外ロケ、はい、めっちゃ寒い楽だからね、ちょっと外で撮っちゃおうかなっていう、そうだね、感じで始めたわけですけども、はい、はい、寒いよじゃあ、ね、寒いんでパパと行っちゃいましょうか、はい、今日なんとゲストが来てる、そうです、はい、はい、実は初コラボ、あ、そうですね、2人今初だよね、2人に行っちゃったけど、ああああ揃って出てもらうの初めて、そうですね、はい、テコールの大先輩お二方をお呼びしておりますん で、はい、ですね、皆さん交互期待すぐ出てくるから、それでは早速ね行きましょう、はい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 、それではね、はい、今週の誓いから大川津さんと寺島役子さんです、よどうでしょう、バスバス、不審者に見える、寒いね、寒いんじゃ、寒いねちょっ と撮ってもらって、撮ってもらってね、はい、はい、芝居企画テコールの大川津です、はい、同じく芝居企画テコールの寺島役子です、イエーイ、よろしくお願いします、お願いします、今回初コラボということで、はい、緊張してますか、いや、特に全然特にしてない、はいはいはい、ということで、なんだよここで、はい、あの前からやってる今週の誓いと、はい、はい、しゃべくりのしゃべくりのチーム、一体どっちが仲いいのかっていう、うん、仲良さ勝負ということですね。おー、相思相愛、相性対決やりたいと思います大事なと思います、ヤクモさん、はい、近々公演があるということ、まあ、はい、これ勝ったら宣伝していいですか、はい、お、あ、そうっすか、負けたら、はい、うん、今週の誓いで、はい、我々しゃべくり堂の宣伝をしてください、イエーイ、はい、なんか別コンテンツだから、はい、せっかくだからあのなんかコラボしてお互いの宣伝をすることによってウィンウィンな関係になろうぜっていう罰ゲームです、それ俺がさ企画で言ったやつごめん、美味しいとこ取っちゃった、はい、平和的な罰ゲームが決まったところで、はい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 、お絵かき帳を用意いたしました、じゃあ今からですね、はい、質問の方をしていきます、はい、はい、でそれをもう一方が答えを当てるという、はいはい、そういうゲームになっておりますぎこち何問ぐらいやるんですか、3問やります、はい、3問ね、はい、3問やってポイント高かった方が勝ちです、片方ずつやって3問だもん、そうです、尺的にそうか、大人の都合で3問です、はい、じゃあ行きますよ、はい、第一の質問、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、はい、じゃあこれ最初簡単にいきましょう、好きな食べ物、あ、俺が書くのは匠の好きな食べ物を、ヤックンの好きなもの、はい、はい、回答の方出揃えました、はい、出揃えました、よろしいですか、じゃあ行ってみたいと思います、匠くんとヤクモくんが答えいますんで先に匠くんからどうぞ、はい、はい、僕はですね、最近の好きなものは、チーズです。チーズ、はい、おで、じゃあやっと回答出しとくか、アーモンドって書きました、残念全然違うな、全然違うね、さっき食べてたから、はい、さっき食べてた、さっき食べてた好きなのかなと思って、さっきのこのこれぐらいの四角いチーズがベルキューブ、これめくってこう食べるおつまみにね、最近チーズが好きですね、はい、何も分かってない、はい、じゃあこっちですね、問題は入るかどうか分かんないですね、はい、ちょっとドキドキしますね、じゃあヤクモさん回答の方どうぞ、はい、お願い、僕の大好きな食べ物は、うん、カレーです、おー、カレー、おカレーライン、いやーってことは1ポイント加算された、1ポイント、イエーイ、0ポイント、いやー、焦ったね、焦ったね、焦ったわ、2問目、はい、2問目、はい、回答の方をチェンジしてくださいね、はい、はい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 、じゃあ2問目いきたいと思います、はい、2問目、はい、2問目の質問、じゃ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 ん、はい、何なのそれ、行って
みたい国。難しい。え、もうこれね、相思相愛だったらすぐに分かる。なんだわ。うん、はい、よし。はい、よし、はい、はい、はい、よし。2問目整いましたでしょうか。はい、整いました。じゃあ早速回答の方行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあさっきはしゃべくり堂チームからだったんで、はい、今週の近いチームからいきたいと思います。はい、あつし君、はい、回答をお願いします。はい、私の行きたい国は、はい、フランスです。フランス、はい、フランスです。芸術がね、たくさんあるからね。なるほどね。あー、そうだね。そっちか、建物とかを俺は見たい。そっちかとか言わない、まだ分からない。そっちか、まだ分かんないですよ、はい、出してないからね。はい、じゃあ回答の方どうぞ。僕はこう思ってました。アメリカ。アメリカね、そっちね。あの、ブロードウェイ、ブロードウェイか。あとハリウッドとか、あっちもだと思っちゃった。ハリウッドが、そっち行っちゃったか。ちょっとね、まあ、惜しい惜しい。じゃあここでね、俺らがね、取ればね、そう、挽回していきましょう。いいですからね、はい、しゃべくりチーム。俺も当てにいってるよ、これ。はい、じゃあ、ケンちゃん。はい、回答の方どうぞ。僕の行ってみたい国は、スペインです。スペイン。もう来たんじゃないの、これ。え、本当に本当に本当に。じゃあ、たくみくん。マジでマジで、マジで。答えの方どうぞ。俺とケンちゃんは同い年だからね、うん、ニュージーランドに。ダメじゃねえかよ。どこだよ。ニュージーランドに行きたいんじゃないかなと。待って待って、何を思ってそう思ったのね。え、何を思ってそう思ったの。一回アメリカかなと思って。あー、で、ヨーロッパ行って、うん、あ、違う、やっぱ中間ぐらいだなと思って。で、ニュージーランド。当てずっぽうじゃねえかよ。じゃあ次、決勝戦ということで、はい、第3問目いきたいと思います。はい、はい、これはじゃあ、あつし君。じゃあ、あの、僕らまだ0ポイントなんで、最後のポイントもし取れたら2ポイント取れるという方向。え、ダメでしょ。バラエティ形式。どっちにしろ。あ、じゃあ、じゃあ、同点だったら、はい、同点だったらお互い宣伝しよう。うん、それがいいよ。それが一番平和だと思う。そうね、ウィンウィンだね。ウィンウィン。最初に言ったやん、君が。はい、続いて3問目いきたいと思います。はい、3問目、はい、最後だ。当てに来い。3問目は、テコールに関する問題でございます。テコールに関する問題。テコール作品で、はい、一番好きな作品。うわー、これもうすぐに分かるね。うケンちゃんの当てられたのにな。俺だってみんなと仲いいからさ、みんなの好きな作品知ってるからね。はい、シンキングタイム。いやー、ちょっとここはヒント出しに行きたいよね。行きたいな。あー、そうねー。ブーイ。整いました。はい、では運命の3問目回答の方行きたいと思います。はい、はい、では、石井匠くんの方から、はい、どうぞ。僕が好きなテコールの作品は、はい、バーテコールへようこそ。うわー、どうなんだどうなんだ。おい、世界で痛い、顎が。イエス、顎が。嬉しい、嬉しい、嬉しい。これで1対1で並びました。問題はここからです。そうですね。おー、では、はい、寺島八雲さん、はい、回答の方どうぞ。私が一番好きなテコール作品、はい、第1弾、第8弾本公演。怪獣、長く生きて いろいろあるわさ。怪獣、確かにね。確かにね。主役だからね。これは厳しい戦いになってきたかもしれないよ。リアクションが。リアクションが。リアクションが。これは演技なのか。じゃあ、大川篤さん、答えの方どうぞ。はい。ヤックンの一番好きなテコール作品は、ライフイズロード。おい、惜しい。どっちかだったからね。もう、あー、惜しいね。これはね、そっちかー。だから俺もすごい悩んだんだよ。そうだね、悩んでたもんね、うん、はい、結果1対1で引き分けということで。引き分けということで、なんか綺麗に収まったような。お前さ、わかるだろう。いや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 、お前の主演のやつエンディング。一発目だよ。だったらライフロでしょ。いや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 、お疲れ様で
した。あっという間でしたね。悔しいわ。いや、最後のあれは悔しいね。やっぱね、ちょっと俺ヤックンとやっていけないかもしれない。そういうのはやめよう。あとついさっきまでそこまでちょっと血みどろの喧嘩をしてね。ちょっと殴り合いをしてたからね。血を洗うね。綺麗な顔してんな、その割に。あの顔はやってないから。腹だから、腹で。腹を。やっぱ役者なんて顔は。大丈夫なの、これ放送して。大丈夫、大丈夫。テコールは仲が悪いということが。はい、よくわかりました。よくわかりました。結果的には言い分だった。そうね。この後じゃあ、宣伝してもらって。はい。今週の近いの放送時。はい、今はちょっとうちの、あの僕らしゃべくり堂のなんか変なおっさん3人集まってますよでいいんで、はい、してください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。葛西臨海公園東京都からお送りいたしました。また来週。さよなら。バイバイ。バイバイ。コラボしてるか。私、寺島八雲が出演します。3月7日から11日調布市千川劇場で第2回婦人会プロデュース公演桜鳥、そしてこちらが、4月の方の客演ですね。4月11日水曜日から15日日曜日まで、チームまんまる番外公演春の花びら3回転、こちらシアター喝采池袋ですね。上演されます。どちらもですね、楽しい作品になっておりますので、ぜひともご来場お待ちしております。